お元気ですか？牧師美です。今回はですね、焼きそば弁当シリーズ第14弾でございます。スープカレー味を、試食していきたいと思います。早速ね、お湯入れて、やっていきたいと思っております。はい、3分経過いたしました、ね、早速食べていきたいと思います。まずですね、この焼きそば弁当といえばね、このね、中華スープの素なんですよね、こちらね、入れました。今回これコンソメスープですよね、でございまして、3分入れたので、切りますね。普通だったらね、このね、切った後をね、見せるんですけどね、今回はこのお湯の方もね、見せたいと思います。これね、過去にね、ちょっとね、煙たいね、ちょっとね、あたりが白っぽくなってしまったことがあったんでね、ちょっとね、こぼれてしまいましたけどね、ね、大丈夫でございますね、お湯でございます。で切りまして、で、まずはですね、こちらですね、まず粉末ソース、ね、こちらを切りまして、かけます。でまずこれをね、一旦まずかき混ぜます。これだけでもね、十分ね、カレーのね、いい匂いがね、きます。だいたいこれがね、白い部分がね、だんだんとね、茶色く なるまでね、かき混ぜていきたいと思います。こんな感じでね、よろしいでしょうかね、はい。で、この次にね、液体ソース、液体ソースもですね、かけまして、はい、で最後にこちらでふりかけでございます。でこのふりかけをですね、かけまして、ね、こんな感じでね、よろしいでしょうかね、はい、ね、はい、それではね、早速ね、いただきたいと思います。ちょっとね、こぼれてしまいましたのでね、今回はね、ちょっとね、恥ずかしいのでね、いつもだったらね、この容器をね、担いで食べるんですけどね、今回はね、見せながらね、食べていきたいと思います。だからね、ちょっと少しね、小さめに食べたいと思います。はい、ね、それではこんな感じでよろしいでしょうかね。ではいただきたいと思います。うん、うん、うん、あ、これうまいです。うん、しばらくですね、私スープカレーっていうものがね、食べたことがなかったんでね、一体本場のスープカレーってね、一体どんな味かっていうのをね、ちょっとね、全くね、分からないね、分からないんですけどね、これはね、うまいです。でもう一口食べていきたいと思います。いや、これはうまいわ、本当に、うん、ぜひ皆さんもね、食べてくださいね、これね、うん、うん、このね、うん、コンソメスープの方はね、うん、久しぶりですけどね、このね、このすっきりとったね、スープはね、特別でございます。で、さっきも言いました通りね、ぜひ皆様もね、一度食べてみてください。で、明日はですね、今度15弾でございます。期間限定の、こちら、焼きそば弁当、いつもより、かなり辛めのね、こちらもね、明日、試食動画しますのでね、
よろしくお願いいたします。今回は14回目ですね、焼きそば弁当スープカレー味の試食動画でございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかはお任せいたします。ありがとうございました。ぜひ皆様もね、買える方はね、一度ご購入してみてください。